働かない人を月給20万円で雇います雇います雇います。働かない人を雇うということで革命を起こしたいのです。働かない人を広告塔にします。テレビなどに出てもらい、その時はボーナスを与えます。働かない人を月給20万円で雇います雇いますよ。会社の製品はロボットが作るので人件費は安い。うちの会社の製品を買うとポイントがついてくるので、それを貯めると抽選で何名か社員にします。ニートの親が親がたくさん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 買ってくれます。2階にいるバカ息子を就職させるチャンスだ。ここの会社の商品を買いまくるぞ。私の息子を正社員にしてほしいんだから買うわこの商品。ニュースです、ニュースです。電化製品売り場にニートの親たちが殺到しています。すごいすごいです。しかしニートばかり集めていたら業績が悪化してしまった。しかしニートの中には天才が何人かいる。そいつらが頑張って頑張って会社の業績は良くなったのであった。暇な時間で研究してたみたい、暇な時間で研究してたみたい。働かなくても雇ってくれる会社のおかげで、あーいつの間にか就職率が 100% になってたよ。音と完全に一つになって